コニー・バウアーは、ドイツのフリージャズ・トロンボーン奏者。同じくトロンボーン奏者のヨハネス・バウアーは弟である。1957年から1961年まで、ゾンレベルクの高校で学生だった頃、スウィング、ブギュウギ、ブルース、ロックンロールなど現代を音楽とダンスのジャンルに、熱心となり、ギターやピアノを弾くことを学んだ。A レベルの成績で学校を卒業した後、 いくつかのバンドで自分の音楽を演奏しようと試み、友人たちからコニーと呼ばれるようになった。バウアーはプロのミュージシャンになるには音楽について知らなすぎることを認識し、1964年から1968年までドレスデンカールマリア・フォンウェーバー音楽大学で現代のダンスミュージックを学んだ。あまりにも多くの学生がギターを勉強したがっていたので、 彼は演奏経験のあったトロンボーンのクラスに参加した。1968年になると個人レッスンで自身のスキルを向上させるためベルリンの音楽学校を去った。1969年から1971年までエルンストルートビヒペトロースキーのバンドでギタリスト及び歌手としてのキャリアを開始。1970年からトロンボーンソリストとしてのキャリアを積み始めた。 1970年代後半、バウアーはヨーロピアンフリージャズの著名なジャズプレイヤーとなった。彼は東ドイツのジャズの発展に影響を与えた数多くのグループを乱す手助けをしてきた。これらのグループには、フェトそれに続くカルテットとトリオのフォーメーション、ドッペルモッペルカルテット、そしてエルンストルートビヒペトロースキー、ウルリッヒグンペルト、ギュンターサマートのシノプシス、 ゼントラルカルテットが含まれている。1986年には数週間にわたって日本をツアーし多くの日本のミュージシャンと出会った。1988年から1989年までの間、東ドイツの国立ジャズオーケストラを指揮した。1983年以来、遠藤正、シェリル・バンクス、トニー・オックスレー、デレク・ベイリー、マギー・ニコルズ、 テオ・ユルゲン・スマン、ベーター・ブロッツマン、バール・フィリップス、ペーター・コバルト、ハン・ベニンク、バリー・アルトシュル、ジェイ・オリバー、ルイス・モホロ、ジェリー・ヘミングウェイ、ジョージ・ルイスなどのアーティストたちと一緒に仕事してきた。2004年、バウアーはソロレコーディングであるアルバム、ハマル・サムンでドイツの SWR ・ジャズ賞を受賞した。同伴者のいないソリストであるバウアーは、比類のない、 循環呼吸法を用いたマルチソニックを使用しているため彼自身のループを早期させる。グラハム・コリアン・ウォルフリート・シュミット。ありがとうございます。